こんにちは、絶望一致です。主に私が絶望しています。多分絶望シリーズで一番絶望した気がします。いろいろと構築を変えれば打点は出せるんですけど、とにかくオーディンとギルガメッシュだけってあんまり納得がいかなくて秘術になりました。そして秘術の救世主というかウィッチの救世主であるミデロに全てを注いでいます。なんとミデロから蘇る絶望を引くと 7PP の段階で使えちゃうんですよね。通常よりも1ターン早い絶望。それがウィッチでの圧倒的なアドになっています。多分ね、アドというには負けすぎて構築も変わったので、私にもわかりません。そもそも全クラスでやる必要なんてないんじゃないか。ゼラエルの時からずっと思ってます。不思議だね。でももう残すところごわずかですか？多分5クラスくらいは投稿してると思うんですよね。予想だと残りはバンクとネクロ。しくも削除クラスが残りました。何も考えてなかったんですけどね。まあどっちのクラスも失踪は多そうですし、なんとかなる気がしています。ウィッチが一番ダメだと思ってましたからね。峠は越えたかなって感じです。そんなこんなで絶望すぎたこのウィッチ。絶望とは言いつつも実は8ターン目はそこそこ迎えられるんですよね。最近の環境はバーンダメージが主流だったりして、6ターン目に前転の掌握でガードしつつ、ミデロで無限の力を見せつつ耐久。そんな感じで結構なんとかなるんですよね。でもその場合というかなんというか、多分純粋な秘術をいじって挑戦していたのが悪かったんだと思うんですけど、なんかうまくいきません。前線をプレイするには2枚融合しないとダメで、そうなるとミデロの融合変身が難しくなったりして、しかもミデロから蘇る絶望を引かないといけなかったりして、とにかくいろいろな要素が絶望させてくれます。恐ろしいね。ただ今思えばレディメインの構築にしつつ、ちょっと足りない打点を 8PP でオーディンギルガメで詰めるとか、そういう手段もあったかなって思います。ついでにレディを捨てたら進化で6点ですし、大魔女が発動していたら 2PP 回復、そんな未来もあったかもしれません。どっちにしてもミデロがないと辛そうですし、最終的にはこうなっていた気もします。どっちが正解なのかはぜひ皆さんの手で確かめてみてください。私には見つめられません。ちなみにジンジャーは一応採用しているカードになっていて、ライリーが自然タイプなので1枚採用しています。そのコンボはまた別にやりたいなって思ってるんですけど、一応間延びした時用に採用しています。進化を切れば言霊は回収できるはずですしね。実際にミデロから出したことはないので空想です。というか1枚採用に限って序盤に引くことが多いので、9割くらい手札で腐ってました。不思議だね。1枚採用ほど手札に来る確率が高い気がします。プラシーボ効果的なやつなんですけどね。プログラミングのミスだったら面白いなって思ってます。山札に戻したカードがトップに来る確率とかもね、ビヨンドで急になくなったら面白いんですけど、どうなんでしょう。そこも楽しみです。そんなこんなで対戦も終盤戦です。私の感想はやっと蘇る絶望を引けた。それしかありません。そして運よく2枚引けたので2枚使いたい。そんな欲望も通した形となっています。もうこうなったら盤面戦争です。お互いに手札が0枚でガチンコの殴り合い。ただこっちは毎ターンライリーが出てくるから守護はある。そんな感じの状況です。最強だね。ただ問題があるとするなら何を引いても微妙だということだけですね。エンペラーウォーレム君が一応勝ち筋になるのかな？こうなると逆にライリーをドローしたかったなって思います。普段は聞きたくないんですけどね。力を認めねばならミデロ最強ということで絶望一致でした。まあ無理です。あとは言い忘れてましたけどハンデスメインの採用です。場に出すカードは特にありません。ミデロで盤面は埋まりますからね。あとはもうお祈りゲーミングです。いつも通りだね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。